こんにちは,にちは中級メガネズです今回も J1 全クラブ今シーズンどうなのでいきたいと思います。はい、まあこうどん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 いろんなチームを今話してますけど話しやすいチームもあれば話しづらいチームもあればまあいろいろですけどね。んですか <laughs> <laughs> ということで今回はアビスパ福岡<お>昨年ね すばらしかったですよ。というような感じですけどもっっ、ね、安定した力でもう残留普通にしましたし素晴らしかったですよ5年周期でね戻、はい、ってきて川崎に初黒星をつけたというところがまずいやー本当ですねしかも8位ですから,らす一桁順位です、ね、素晴らしいですまあ今年はまた難しい年もしかしたらなるのかなというふうには思いますしやっぱり2年目になって。うん いや、でも楽しみですけどね。去年、去年のやっぱ土台がパルし、はい、最初ね、開幕戦去年、名古屋でしたっけ、はい、で、やっぱりね、負けちゃいましたけど、やっぱその J1 とのプレイ強度とか、スピードとかっていうのを、まあ、徐々にこう慣れていって、でも終盤戦には <laughs>、もうインテしてる部分で、むしろ相手上回るみたいな。はい、アウェーの鹿島戦でしたかね。3-0かなんかで鹿島勝った試合なんか、鹿島のお,ばお株を奪うかのような、はい 圧倒的にこうアグレッシブな攻守で敗勝したっていう試合がやっぱりすごく印象的でそれぐらいやっぱり今のそのサッカーはやっぱり強度が特に守備の強度なんかも含めて重要だっていうのをやっぱすごくこう知らしめしたチームだと思うんですよねうん、うん、でそれがこう継続してやっぱり維持されていけばやっぱり今年も強いんじゃないかなっていう期待はありますけどねということでじゃあメンバーを見てみたいと思いますがはい まあ出て行った選手、うん、まあサロモンソンが右サイドバックのところで、まあ、レギュラーとしてはいなくなってしまったっていうところはありますし、まあ前島選手とったんですね、予感がおいしいから、はい、まあ,あとは目玉としたら、はい、まあ小城さんがよく言いますが、ルキアン、はい、ルキアン選手です、これちょっとびっくりしましたね、<laughs> ちょっと妹の去年の J1 昇格の、ね、立て役者ですからね。あ立役者ですから、はい まあもちろん J1 でどれぐらいやれるかってもちろんあるでしょうけど、うん、まあそれ言ったら去年の、ね、福岡の選手たちもそうでしょうからルキアンはかなりルキアンファンマーの2トップみたいな感じですかいやでも山岸いますよねいやーだから個人的には山岸選手がねワンクッション入ることによる効果絶大だと思ってるんですけど、まあ、もちろん状況とか相手とかいろんなこと含めて このルッキアンファウマーの <laughs> 強力なツートップってのもあるんじゃないかも,あるかもしれないですよね、そこは分かんないですけど、でも結構ここはやっぱり、福岡は結構ね、前からプレッシャーががってやっぱ激しくやっぱ行くので、90分やっぱフルで行くってことはまずないので、な基本的にツドートップは必ず、こうこちで変ますもんね。だからまあ、常に4人体制ぐらいの感じのイメージでしょうから。 そこはこうたすきが下なりかけざなりっていうふうにイメージしてやるんじゃないですかね。うん、ワイドもね田中達也を取りましたし、まあ、左右、まあ、右の方が得意かなっていうふうには思いますけど、まあ、左も杉本が結構安定してて、まあ、金森も。 監督の期待は相当大きいとは思うし、ハードワークすごいしますからね。金森杉本、今日すごかったですよね、ハードワーク。だって、二度追いって、だから人で二人見てましたからね、この二人 <laughs> 相手のサイセンターバックとサイドバック、二人、二枚見てましたから、うん、そこ二度追して追い,追いついちゃうっていう、すさまじいハードワークで、しかも機動力あるじゃないですか、この二人は。はい、ボール持った時ななかなか 機能があるんで捕まえられないし、相手も。それであれだけハードワークしてくれたら、言うことないですよね、っかとそれで一ゲーじゃないですけど、やっぱクルクスのあの、何度もね、左足のシュートがいろんな形で出てきますから、出てきますからね。あとは真ん中じゃないですか、やっぱり前、中村俊僕はもう中村俊が途中から来てから前とコンビ組んだ時も最高だと思いましたね。最高でしたね。いや、本当に。ここはもうね J2 でもうブイブイはした2人ですから、<laughs> もう中村俊選手はだって去年本来商談で、最初ね。ああ、そうですよね。商談のピ、うん、ボッってプレーメーカーとして、ちょっと怪我して、で、それからちょっと商談もちょっと大変そうだなって感じだったんですけど、戻ってきたら、あ、福岡っていうね。そう。で、福岡に行ってね、この2人はボール狩る力もちろんなんですけど、攻撃威力も高いのでいやそうなんですよ。すごいでしょう。ボール取られないし、 起点になれるし、どっちもいけるので、ちょっと贅沢な2人ですよね、二人どちらかがいなくなったらきついっていうところは、もしかしたらこうかもしれないですよね、宗、ま、旦、あうん、とか、スピードとかいますけど、今、うん、スピード選手はね、はい、ずっとねやれてますから、あれですけど、うん、サイドバックはでも、サルモンソン選手がね、去年、終盤はちょっと出場機会少なくなってましたけど、もう、湯澤選手と七選手、抜群によかったですから、うん、この2人。 しかも、よくあの、逆サイドで攻められたときに、内にこう絞って守備をするみたいなところも穴作らないんですから、で、攻撃参加したときも力発揮するんで、この2人、大きいですね。シュートバックはどうですかうん。奈良選手とね、宮選手、ね、うん、まあと。まあ、ドーグラスグローリー残ってますし、まあ熊本も来ましたね。熊本選手はね、あの、山形でね、まあ、あのヘイディングの強い、まあ、空中戦強い選手で、 まあ一対一ハードに戦える選手ですからね、ここはまあ、3人ないし4人で回せるっていう感じですかね、うん、ただまあ、どうだろうな、まあ熊本選手はね、チャレンジ、初チャレンジかな、J1 ね。キーパーも、中身が、まあ、去年は1試合だけかな、出てなかったああ村上選手は、本当に、ね、いや、抜群でしょだいぶ止めましかね。神が, <laughs> がかりってこういうことかっていうプレー、連発しましたからね。<laughs> うん、本当に まあね、守備のところっていうか、もう本当に最後、ぎりぎりで止めてくれるとか、本当にいいセーブが多かったなっていうそんな印象になりますよね。うん、そんなに多くは人を取って,取ってないというか、登録っていうかしてないですよね、ね。他のチームに比べたら、ね、まあ今まで話してきた <laughs> チームからすると、そこまでなんかいないけど、うん、ギュッとなんか詰まってるただ去年は逆に多かったじゃないですか、ね、600 だから本当に少数声援、逆にこうできた部分もあるんじゃないですかまあ今、よくも悪くもコロナがあるんで、ちょっと余分に選手を確保しとこうかなみたいなクラブが多いですけどね、うんまあ、確かにあのハードワークっていうかね、僕は本当にあの運動量とか体力とか、かなりやっぱりね消耗する度合いも激しいサッカーでもあるので、うん、確かに人手はある程度確保、ね、されてた方がいいのかもしれないですけどね。うん まあでも、しっかりとしたサッカーができるっていう、まあ、もうね、クラブというか、長谷部監督のサッカーがあるので。いや、お手本じゃないですかね、その本当、守備の強度に関しては。そうじゃないといきなり上がってきて、こ8位とかっていうような、躍進なんかなかなかできないし、今、J リーグ全体、プレイの強度上がってるじゃないですか。トップチーム、それこそね、上位チームみんなそうですけど、そこはむしろね、自分たちを強みにしてるチームなんで、そこはすごいなと思いますけどね。 まあ前線にね、ルキャンという、まあ、得点力のある選手も取りましたし、まあ、田中達也もある意味、九州に戻ってきたという形に彼はなるのでね、彼の活躍も期待をしつつ、あとは、で、うん、橋部監督が作り上げてきたア、まあ、ビスパ福岡のサッカーを、今年も多分いろんなチームを苦しめるのかなーっていうふうには、ちょっとね、うん、いやなそういうチームですよね、なんか福岡。こもやだと思いますよ <laughs> <laughs> このプレスするのやめて <laughs> って思ってるんじゃないですか。<laughs> 本当本当にきついですい,いやそういう相手が嫌がるようなサッカーは活躍してほしいなというふうに思います。はいミスパー、はい、福岡でしたありがとうございました。ありがとうございました。